ヴィネスブルの肖像画コンスタンティン・ンセン・ミケール・ゴトリプ。ヴィネスブルはデンマークの建築家である。デンマーク黄金時代と呼ばれる時代の代表的建築家である。シェラン島のリズオイで生まれた。はじめ、工学を学び、同時に製図を学ぶために1817年から1823年の間、デンマーク美術院の野学で学んだ。18世紀のデンマーク。 新古典主義の建築家、ハースドーフの建築に触発されて、建築に転じた。1822年から、ドイツ、フランスに留学し、ドイツでは新古典主義建築の建築家、カルル・フリードリヒ・シンケルと親しくなり、フランスで働いた建築家で、古代建築研究家のフランツ・クリスティアン・ガウトアイ、ポンペイなどの古代建築に興味を開かれた。その後、ビネスブルは、 コッペンハーゲンの美術学校で建築の研究をし、ヤーアンハンセンコックのもとで建築家として働いた。1833年にデンマーク王立美術アカデミーが優れた建築家に贈る CF ハンセンメダルを受賞した。1834年から1838年の間、二度目の海外での研究を行い、ドイツ各地を訪れた後、ローマを訪れ、イタリアに暮らす。 彫刻家のベルテルト・オーバルセンとしばらく過ごし、画家のマーティヌス・ラービューと南イタリアを旅した。ギリシャも訪れ、ガウにかつて紹介されたアクロポリスの神殿も訪れた。イスタンブールも訪れ、ローマに戻った。ローマでは幾何学的な衣装に興味を抱き、古い装飾品を集めた。1833年にベルテルト・ーバルセンの彫刻がデンマークに戻され、 トーバル線美術館が建設されることになった。ビネスブルが設計を担当し、1848年に完成した美術館はビネスブルの代表作となった。息子のトーバルビネスブルもデンマークの重要な建築家となった。ありがとうございます。